演舞開演。どうも、本日は こちらの唐揚げ、ホットモットの唐揚げを食べたいと思います。いや、唐揚げだけでもちゃんと用意してくれる。ではいただきます。ジューシーで美味しいね。唐揚げも噛んだ瞬間に歯見応えのある肉の弾力が口の中にぶわーっと広がってきました。味付けはさっぱり系で、お肉の良さを引き出すような調理方法になっていると思います。お肉が大好きな人にはおすすめできます。ご視聴ありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。もっさんにもっと食べたい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。